ブロストークセッションズとは、我々パープルハンプティの15周年を記念し、過去に出会ったさまざまな方たちをゲストにお迎えし、楽しくおしゃべりしようという企画になっております。パープルハンプティの金井さんです。はい、ボーカルの井田です。はい、ベースの辻井です。はい、どうも皆さんこんばんは。はい、こんばんは。今日は、ここオレンジパークというところで撮影させていただいております。はい、はい、ということで、もう今回3回目ということでね、はい、もうそろそろちょっと喋り慣れてきたんじゃないでしょうか。そうですね一番ですよ。いや、一番やばいな。そうです、ね、分かってる分かってる。でもな、もうめっちゃ寒なってきたの最近。そうやな、一気に変わったな。そうそう、というかな、あの第1回目から俺天気の話しかしてないから、うん、うまいな。そうやね、ちょっとやばいなと思って。天気おじさんやな。そうやね、なんか昨日エキスポシティ行ってんけど、うんうん、あの北海道物産展みたいなのやってて、うん、でそこで札幌ラガー売っててちょっと買っちゃってやんか、うん、いいや、美味しいやん。そうそう、体が多分あの冬を求めてると思って、うん、そういう話でした。それはなんかトークの展開下手くそなってる。いや、変わってない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 。そっかそっか。それでは今回のゲストをお招きしましょう。こちらの方たちです、どうぞ。はい、あはい、どうもどうも。どうもやってきましたけど、お邪魔します。お邪魔しますけど本日は晴れております。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。それでは早速自己紹介をお願いします。はい、ドラマチックアラスカでベースを弾いてる竹村克樹です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ソウルードドラム担当田中です。お願いします。お願いします。すごい久しぶりやん。元ティアスマイロせやでからお二人をお招きしました。その感じやね。まだ元じゃないんじゃないんですか。はい、休ますよ。ごめん、やめろや、それ。ティアスマイロですね。ティアスマイロ、はい、EX ね。 EX 有名の手やん。はいはい、一応席は2人とも置いてる程なんですか。置いてますよ。はい、そうなんですね。そうです。最後にだから俺が連絡返さんかったから、うん、話止まってるだけちゃうかな。多分俺やと思う。曲作ろうぜっていう話してな。俺が止めてますね。すいません、すいませんでした。田中動いたら動き出すっていう。そんなことは、まあ、進行中というところ。まあそうなんです。じゃあお二人とパープルハンプティが出会った頃の話を。早速ですね。これ俺から言うていい、うん、もちろんもちろん。え、ちょっと待って、え、合ってるんかな。あ、いや、みんなの認識が。そうそう、あのね、俺が思ってるのと田中が思ってるの違うかもしれない。1個ずつ言ってみる、うん、あのね、さっき言うてください。ほなさっき時系列的に、じゃあ、俺多分やけどな、うん、あの小田原のシャレ。わあ、そうそれやな。そうです、それそれそれやな。それそうです。やってました。やってます。俺が胃腸炎で、あー、うん、そうやった。爆倒れしてて、そうやった。めちゃくちゃ嫌なやつやと思われてた。車で寝てたっけ。車で寝てた。寝つきも悪いし、そうそうそう、しもうずっと怖いから、なんか常こういう感じやん。こういう感じで変やったから、うん、それがパープルハンプティとの、うん、まあその時俺らティアースマイルってバンドで、うん、小田原シャレードで、うん、初めて対バンしたんちゃう。そうや、そうや、まあ懐かしい。あれ、なんか2013年か。いや、11もっと前、もっと前1年とかって思った。ねえ、やばいな、10年前か。10年前とか、うん、10年前、はい、あれだってティアスマイロのツアーじゃなかった。やったと思う。そうやな、うん、そうそう、ダーウィンが来たってのは、あ、え、それのツアーやった気が。てか、その作品10年前だ。あれ10年前ですね。あら、そうですか。あ、そうか、それのツアーか。多分そうやったと思ってますね。それに俺らが招きされた感じやった。いや、あのね、うん、箱のライブハウスのブッキングで、うんうんうん、そうそう、当時もうこれ懐かしい名前とかどんどん出してる。もちろんもちろん。あのソライアンの木部さんが小田原のシャレで働いてて、うん、あ、そうやった、ね、ちょっとシャレード行かしてくださいよっつって、分かったわ、あ、分かった、あ、分かったよ、あの木部さんの感じで、そうそう、あのノリで。あれツアーじゃなかったっけ。いや、うちらもツアーですよ。いや、な、多分そうやな、王道っぽい感じやったかな、うん、そう、
そうだからなんかお互いツアー版やから、うん、なんかこうちょっと交流できたらいいなみたいな、そう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 、テンション感やったけど、うん、一人バキバキの一丁別に尖ってたわけでは尖ってたわけじゃないむしろもうゆるゆるやったいろんな意味で、そうあの時はなるほど、それが初めてか、もう10年前だね、10年前か、確かにそうやな、えぐいな、でちょうど初めましてやって、うんうん、でもうライブ見てパープルめっちゃかっこいいってなって、うん、ボーカルのしゅんくんとかとかいろいろ話してて、で音源交換したいよね、音源交換したらタダで音源もらえるから当時はな、そうそうやね、そうやね、その感覚はあったよね、あったちょっと音源もらおうぜって言ってもらって、それ聞きながら書いた覚え、一生流れてたな、機材車の流れてた、ずっと一生流れてたよ、嬉しい、そんな風に思われてる感覚なかったよ、なんかそうなの、なかった、うん、ごめんな、全然なかった、だって多分そっからかなり空いてるんちゃうかな、うん、次会うまで空いた空いた、うん、一生流れてたのマジで、あのことのライブが、あー懐かしいな、ディッディディディ一生もうほんまに、うん、懐かしい、でその時から田中くん尼崎ディーパー、あーいましたいました、あいた、うん、いたよね、うん、次それに呼んでくれたんじゃないですか、違うか、ね、ディーパーで、うん、多分年末イベントとか呼んでもらえて、うん、スリーマンしたっけ、したシナリオアートとか、あーめっちゃ覚えてるわ、そのもうパッツパツでやったやつ、そう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 、でも何回かやっぱこうその当時イベントに呼び合うみたいな、うんうん、俺らのイベントにも出てもらって大阪ミュージカル、あれでしょ今度やるやつでしょまあこの、うん、なんだっけ、一目惚れ、それそれ、そうそうそう、一目惚れの人ですね、あ、それ呼んでくれたな、はい、あ、じゃあ最高の白米を探しにのツアーだった、うん、いや、出会いは、ま、エリを立てて2011、ああ、うん、それがあれアーカイブですごいなそれはのファイナルがラックライフとのツアーの、あ、そうそう、あ、うん、あいやなんかでもその懐かしいけど、あのやなんちゅうのラックライフの後輩、うん、もうえずっとそうやん、そうやな、うん、なんかすごい俺当時ラックライフ怖くて、うんうん、なんか、うん、わかる、うん、怖くてラックライフの後輩やったらそりゃ怖いやろなって思って、うん、シャレードに向かった記憶はあった、あなんかそのイメージあるやん、うん、あったあった、なんか分からんけど、そっからの流れでフーフーに入ってるなんていうの面白いな、あだからこう時は流れて、うん、いやでもこう思い出話めちゃくちゃあんねんけど、うん、それこそちょっとだけ時を話戻すねんけど、うん、それこそティアースマイルで、うん、呼んでもらった一目惚れロックス、うん、大阪ミューズ、うん、そん時にソウルフードの現ソウルフードのボーカルフミヤン飛ぶ前日やってる、ああそうやそうや、そんなんやったっけ、そうやねん、あそうやったね、その人と今バンドやってます放つ願いね、そうやった、それだからめっちゃその日がなんか印象深くて、うん、消えた前日やったから、そう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 、まあこれ放送するかしないかも全然任せるけどもうそうそう、なんかそういうこう今だにというか未だにつるんでる仲間、うん、結構昔から、うん、というか長い付き合いやねんな、すごいな、感じる瞬間瞬間でそういうの思うかも、うん、確かに、で時は流れ、はい、僕はその時だからパープルハンプティー前のドラム愛ちゃんが辞めはって、うん、電話かかってきて、ちょっとやっただいてくれへんみたいな感じで、うん、パープルハンプティーのサポートをした時期があって、うんうんうん、そこから解明そうしたりっていうタイミングだと思う、なるほど、まだだって多分加入してくれたんてパープルハンプティーやってん、多分、うんうん、パープルハンプティーで加入してくれてすぐ解明したもんな、そう、俺多分だから割とその解明
推奨派というか、うん、まあそうそうそう、名前変わるんだったらやるわみたいな、うん、多分そういうのもあったんやと思うよな、当時な、あの時ね、うん、やっぱその自分の中でパープルハンプティってもう、うん、形って作られもう出来上がってたから、うん、それはだそこにこう自分が入るイメージっていうのはやっぱできひんかったんちゃうかな、当時っていうのは。確かにその方がなんか、うん、フーフーっていう音楽に振り切った感はあったもんな、その解明したことによって。そう、当時はだからギターもな、あの、うん、金久じゃなくて、うん、マサルで、マサルってこの2年間のことを知ってる人がどれぐらいあるのかっていうのもな、見てる人に。解明したんってやっぱ女性ドラマが続いたからっていうのもあったん。いや、そっち側に聞くんやろえ、いや、全く関係ない。これはあのなんていうんやろな、まあ今言うんやったらやっぱその今田中が言ってくれた理由もあるし、夫婦の時にリリースしたあのレーベルとのやり取りの中で決まったこともあったから、うんうん、そうそうそう、だからそれでなんか自分らも名前変えて一枚出してなんか大きく羽ばたける気がしてたから、そうしたって感じだったな。金井さんは関係なかったよ、ね。全く関係ない。まあまあ。金井さんはその時は、その時おったかな。金井さんいつ旅だったの？行く回。行ってたよね。金井さんが旅立ったのは、旅立ったん一回って面白いね。一回旅立った、一回旅立ってるな。2013年ぐらいだったね、旅立った。そうやな、2013年やな。うん、それで言ったらこの人も一回ティアースマイル旅立ってるから。あ、そうなんだ。この人初期メンバー、一番最初のメンバーで帰ってきたタイミングで対バンしてるから。あ、え、そうなんや。言うたら一回そう帰ってきてる先輩おるやん。帰ってきてるのよ。そうそうそう、やばいよ、市長ブラザーズだよな。市長ブラザーズ、市長ブラザーズ、市長ブラザーズよ。やせだからもう俺の真似してると思ってるから。あ、そっか、出戻り。確かに、もうさっきやっちゃってるからな。あ、うまいな。高校生の時に初めてその、うん、要はオリジナル曲で、うん、バンド組んだんが、うん、いや、ちゃうかったわ。見えません、俺はちゃうかったわ。でもそのそティアスマイルとしてそう始まってっていうのはそうなんだ。そうなんだ。そうやったんや。そうで、俺はやりたいことでやるっつって、うん、どっか行って、羽ばたいて、うん、ごめん、やっぱちょ戻してってくだりがあってんな。音楽やめてたけど、そのベースが抜けるってなって、うん、ボーカルの杉江俊樹から連絡があって、うん、あのちょっとヒゲやみたいな。そうなの、うん、まあ、別にええで何もやってへんしみたいな感じでやり始めて、また音楽熱というか音楽楽しいやんけってなって、うん、とあと悔しかったみたいな。あの出戻り初ライブ、もう全然いけへん、エボすぎてあの、まあ、楽屋やってなかったからね。もうこれもう今言うとはおもろいねんけど、楽屋持つって泣いてたからな。やばい、悔し泣き、うん、もっとできると思ってた。すごい。でもやっぱそっからの努力を多分一番そばで見てんねんけど、うん、すごいよな、なんかそこは。へえ、でも泣けるってことはすごいパッションがあったよね。パッションしかなかったのかな、うん、びっくりやねそれが未だにこうやってもう5人揃ってバンドやってるのやばい、やばい、やばい事態やと思う。確かに取り憑かれてると思う。そうやな、なんかバグってるよな、ちょっといい話はした後にバグってるっていうもっといい言葉あったよね、うん、なんかバグってると思う。いいバグだとは思う。いいバグ、いいバグ、いや、すごいいいバグだと思うよ。ありがとう。うん、でも、うん、パープルのメンバーってどんなイメージかみたいな。あ、イメージ、うん、パープルの伊田はなんかエビが大好きで、辻井がエビ好きな、最近戻ってきた、また違う、もう2年経ってるかな、忘れちゃったの。そうそうそう、メンバーのことをどう見てるか、どんな風に見えてるか、こんな感じ。俺からじゃあちょっと紹介したら、金久、うん、でも見たろ、でも見たろ言うて5、6年ぶりやもんな。まあ、そうやな、ほんまに久々やもん、全然会ってへんかったし、うん、でも俺、金久の
ギターとか好きやけど なんか弾き方あなんか分かる、なんか独特じゃない、独特でしょ、なんかだからさっきのオフトークの時にも言ってたけど のっぺりした陽キャって言ってたやん、普段は、うんうん、それに対してこうステージ上がった時にちょっとパキッとする、かっこいいなとは思うけど、あーありがとうございます、だからステージマジックじゃないけどさ、うん、その立った瞬間に大きな変わる感じが印象的だ、ちょっと内面はもう分かれへんのかね、よかったよ、聞いたわ今の、ええー、な、うん、そう田中君な、で今言うたよ、俺が言うたよ、そういうことやな、そうやな、掃除てめっちゃ欲しがりになっちゃった、欲しがりなんだ、めっちゃ欲しがりな、もう一発欲しいみたいな、あ何ですか、席替えして欲しいもん、いやじゃあ辻は、辻、辻は、なまあ見た通り優しい子やねんけど、うん、意外と綺麗っしょっていうか、みんなにはそう、付き合い長いから余計やねんけど、うん、結構なそのラックライフイズムみたいなのについてる気する、高槻イズム、そう、一番バチバチ、そうやな、意外とな、そう、何やねんみたいな感じで行っちゃうけど、うん、でもベース繊細やんこいつ、うん、そうやな、やし、ちゃんとこう真面目に努力してクリックとかしちゃってるちゃんと努力家やんな、努力家、切れやすい努力かな、そう、ね、でもそれが比例してんじゃない、あでもそことそう、みんなが見てるイメージとはちょっとちゃうかもな、そうそう、だから俺ちょっとなんかこうあんま言うの恥ずかしいねんけど、うん、結構似てると思うんだよね、あそうなの、嬉しないじゃん、そう、嬉しないと思う、嬉しないと思うし、あの人に頼むのめちゃくちゃ下手やと思う、あそっか、結構そうやな、そうなんや、分からんけど、ほらなんか俺、うん、なんかこう、まあ、似てるかも、一緒にこうやってる時期にこう夫婦で一緒にやってる時に、いやーこの何ちゅうやろな、自分が今こう思ってること思ってたんじゃないかなって思うタイミングとか最近あったりもするから、うん、ああこういう時頼られへんのな、ああいう時こうやったなみたいなのは結構最近感じるかな、まあ、だからお互いのポジションがこう一緒にやってた時はその全然違うものやったからやけど分からんかったけど、こうやっぱこう今おのおので違うことをやってる時に、ああいつあの時こうやって思ってたんかなって思うような人でありますね、うん、ちょっとエモい話よね、それはめちゃくちゃ思うよ、今だからトークやな、今だからトーク、俺は特にその確かに余韻、そうなんちゅういいとこも悪いとこも内面をこう、でもなんかそう仕切ってくれるタイプやもんね、うん、本来なら俺が、うん、いやだからそのやっぱ苦労を今なら共有できんのやろなとか、ここもっとこうやって動いてくれたらええのにとかめちゃくちゃ思うやん、うん、その引っ張っていくタイプやリーダーっぽい立ち位置やん2人で、でも引っ張っていくタイプが2人同じ枠におるとごちゃごちゃになっちゃうから、そう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 、ティアスマイルのリーダー的な立ち位置、いや、ちゃうねん、それははっきりさせときたいねんけど、ちゃうねん、俺じゃないと思うよ、でもそのまあリーダーは2人おんねん、しゅんくんと田中やけど、うん、ただそのなんやろな、業務的なところとかも結構田中がどん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 バーってやってくるから、で、しゅんくんは曲作ってやけど、だんだん田中曲作れるようになってきて、そっちまでへぇ、結構揉めた時も、いや、めちゃくちゃ揉めるよ、揉めてる、でもそれは夫婦の時もさ、あまあそうですかね、飯田くん、じゃあ、ちょっと飯田くんの話行く、あ、飯田くん、飯田を詰めまくるっていう2人で飯田詰め話で、いや、それはもう、だから俺は、うん、やっぱその、いや、何て言ったんやろな、いややっぱだからその当時は頑固者同士やなって思うけど、うん、今はもうお互いちょっと物語ようなってるんやなっていう、ま、いや丸なったというか方法を覚えたというか、うん、あっていう感覚はあるけど、確かに、あでもやっぱどっちも根はわがままなんだなっていうか、そうだな、確かにそれはあるかも、わがままって音楽作る上でわがままなことはすごいいいことやと思ってるから、それがぶつかるんだよ、うん、うん、
火花は起これば起こるほどいいと思ってるから、うん、どんだけ我慢で我慢というか、うん、ちゃんとカチカチってやってる、どっちもマッチ棒やったな、そうそう、ちゃんとこう燃やさなかったそう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 、 うまいこと使えへんねん、うまいこと使えへんねんもさ、その例えいいな、そうそう、どっちもマッチ棒をしたもんな、こするやつじゃないそういう意味では今はその、うん、制作とかその曲作りとかどこまで入ってんの？どこまでアレンジが思いついたらバンバン言うていく、なんかそこでさ、ぶつかったりとかは、あ、でもやっぱ自分のやつ通れへんかったらムスってしてますまあまあまあ、分かりやすいやつやな、これこうやりたいけどって提案してるから、そもそもだから通らんかったら、みたいな気持ちにはなるけど、まあそこは、まあ1回はなるよね、うん、まあ1回はなる、みんななるでしょ、みんななる、音楽の人、うん、1回はなるけど、あとあと良かったなって思うことも、うん、そうやな、出来上がってみて、カルキ君は飛騨のもうあるよ、ほうほう、一言で、一言でも言えば、なんすか、ビールビールビールな、なんて言ったって、うん、一番だって、その飲んでた時にさ、なんかよく遊ぶっていうか、飲んでプライベートで、プライベートでよう飲んでたよな、じゃあ LINE のグループがあって、うん、ビールモンスターの会っていう LINE グループが知ってる、知ってる、で、そこにそうや、イダとか、うん、まあ、ココロクションの前のギター、トミーとか、はいはいはい、メロキチメンバー、うん、メロキチは2人もビールモンスターやから、ね、そう、その辺、裏方の方とかね、うん、うん、もろもろいっぱい入ってビアガールとか、そうやね、いたいたいた、で、あの時若いから外で飲んだりしたしたしたな、もうなんかあれば飲んでた、そうやな、うん、それ俺も一回行ったよ、え、来た、うん、そう、すごいし、なんかあ、俺電話したもん、だって多分その帰り道とかについでいや、まあ、2軒目ぐらいの2軒目の時に電話した、うん、もうだって出来上がってたもん、そうやな、飲んでいったらテンション上がってやっぱ人呼びたくなんねんな、そうそうそう、あれなんなんやろな、あれなんなんやろな俺もやってまうわ、あれ楽しなって、共有したなのかな、やっぱり、あの日々もう一回来てほしいな、いや来てほしいなえ、それいつぐらいの話、いつやろあれ、でもそのそれこそあれじゃん、宇宙フェスとか、そうそうそう、あとちゃう、そうやな、宇宙フェスメンバーが結構みんな普通に仲良くなって、うん、そう、それぞれ行ってたね、そうやな、宇宙フェスってね、すごい大きいきっかけやったわけよ、そうですね、まあ、金井さんはちょっと知らんかもしれんけど、俺な、第1回目そうそう、まあ、そうやけ、そう、第1回目しかしない失礼しました、そうそうそう、金井さんは実は宇宙フェサーやねんなフェサーなんやそうやね、え、第1回だけやろ、第1回だけ俺たち、あ、そっか、俺らはそう、ああ、じゃあ、こっちが、そう、宇宙フェス終わってあんまうまいこといかへんくて、うん、バンドが、うん、そのままこう、うん、シュッと消えちゃった消えちゃった、 EP 出したばっか、そうそうそう、ほんまや、そうだな、なんか打ち合わせ中に CD もサッカー選手の名前やったよな、イブラヒモビッチ、イブラヒモビッチが出して、それがそのあの迷いの方の名作すぎてえ、どうしていくの、イブラヒもでも好きだったでしょ、うん、あれだからなんかな、あれ、うん、でも今聞いてもよう分かれへん、そうだよ、ね、なんかどこ行くねんすごいの、逆にすごいの作ってしまったやんな、多分無理やんな、あんな作ろうと思って作られへん、うん、俺らだから多分そのツアーとかで東京行くとき静岡ら辺でずっとモグワイ聞いてた瞬間やんか、あれ、あああの一番頭おかしなってたし挑戦しようと思ったけど、うん、なんかあんま人気でへんかった東京でも一回一緒にやったよな、え、東京いつ、クレストじゃない、多分クレストか、マーストやってる、やってる、え、マーストやってない、クレストやと思う、クレストで一緒にやってて、で、その時、うん、多分その辺の曲やってた、うわぁ、で、その時シナリオはとはシナリオはいけなかったと思う、ちょっと、あ、そう、普通にクレストのブッキングやったもん、やってるやろな、でも、うん、いやなんか新鮮やったし、そのあの辺、仲いい東京の先輩のバンドなんやったっけ、
ィルマーあっ、フィルマーはい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 、はい、あのフィルマーのメンバーとか見に来てたと思うんですよ。それでなんか一緒になんかあのティアスマイルのライブ見てなんかすごいことやってんなっていう話した覚えがある。あアリちゃんがアンプに台使ってたんだけど、あったな、あっちとこっちに、なんか使ってた気がするわ。入れ入れポポポポポみたいな。あーなるほど、が振ってたんや。そうそうそう、なんかなんか結構なんか実験的なバンドにどんどんなってそう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 、なんかやっぱ他とちゃうことをしたかったんやろうけど、でも他のちゃうことしたゆえにほんまようわからんかった。そうやねやりすぎた。そうだから、とその宇宙フェスのバンドが常にそのライバルとしておったというか、めちゃくちゃ意識してて、というかみんなすごい調子がさどんどん良くなってって、俺らはこのままではあかんっていうなんか気持ちはその時その宇宙フェスメンバーに対して一番モテたんちゃうかな。俺らのその なんとかせなみたいな。だからすごい、まあ、こびりついてるよな、あの時期、あの瞬間っていうのは。じゃあパープルの好きな曲をって、はい、何ですか。あります、はい、ある何俺かぶってるから、もしかして分かれへん。コーヒーは俺あーあーまあいいわな、あれは衝撃受けたな。あ言ってくれる率高い、高いな。やっぱみんな好きなんやな。バンドマン、あれキラーチューンやで大好き。あれ最高やな、あれ最高、うん、俺あ、いやあれは最高やな。もう最低限の音数で最高を生み出してる曲、うん、だからもう、まあ、あれがいい。いや、じゃ早くて短くていいメロディー、そう全部やあれやん、ブシュ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 あれいいよな。あれはもうテンション上がりましたね。俺はな、俺ちょっと変かもしれんけど、俺あれがめちゃくちゃ好きやねん。ロックミュージックを、あ、ベビーサマーデーのあっちバージョン、サニーオークミー、そう、あれシティのカップリングやろ、あれよう覚えとるわ。あれめちゃくちゃ好きで、あれその当時さ、うん、まあ19、20歳のさ、うん、バンド以外の音を使って一曲入れてるでみたいな、うん、こっちからしたらだからそれこそ、うん、待ってんなやられたかみたいな俺らもやろうぜみたいな走りは荒れちゃうかな、そんなんできんのみたいな。いや思った、あれはほんまにそのパープルの入ってた茨城の地元の D スタジオっていう、はい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 、スタジオがあって、そこの、まあ、店長のエイジさんっていう人がいて、その人が、まあ、レコーディングしてくれてるんだけど、その辺の作品を。その人がまあすごいその音楽家で、バンドインカパノピカっていうバンドやってるんだけど、まあ、その人らになんか俺らそのレコーディングを通して音楽めっちゃ教えてもらったみたいな感じやって、アレンジだったりとか、なんか。こういう音楽あんでみたいなとかいろいろ紹介してくれた人で、その人がリミックスしてくれた音源やって、あれはほんまにだから天才が作った。そうっす、なるほどね。いやでもやっぱそのあれを今多分自分たちでやってる感じっていうか、最近の曲とかも聴いたけど、もうなんかこの俺の止めてたあの時の感じ、また来てんなみたいな感じなあるけどな。俺結構いろんな音入れてるよ、うん、あれよかったよ、ユース、おー、スピッツみたいな、あー、まあ、なんかそう言ってもらえると思う、あれめちゃくちゃ良かった音が、ね、いいですね。コレクションのサワコ先生が見てて、あれなんかのすごい役だ、ね、爽やかを追求した感じ、透明やったな、あれは最近
ろいろ自分の中で新しいとか言ってるわ。リリースめっちゃしてるやん。リリースめっちゃおもんない。しまくってんな。作るか出てるしまくってるよな。今 Now で作ってるくれてますよね、うん、あ、その話はもういいですよ。いいですよ。いや、あの3ヶ月連続シングルを配信リリースしてて、で、まあもう1、2と出してるんですけど、3作目を実は田中と一緒にやってるんですよ。欲しいですね。やってるんですよ。いや、あれめっちゃいいよ。めっちゃいい、めっちゃいい。楽しい、楽しい、めっちゃ楽しい楽しんで作れてるし、あ、めちゃくちゃ楽しい。あ、曲も楽しみやな。なんかもうほんまに簡単なデモがポンと来て、ほな、これや、あらや、こうやって。そうやな、ラリー、あ、ラリーで作る。そう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 、いいと思うねんけどな、めちゃくちゃいい感じやわ。今日なんかその一目惚れロックスのその11月のイベントを演奏してくるメンバーとリハしてから来てみると、その人らに聞いてもらって、夫婦みたいって言ってた。やっぱそうなんだよ。なるほどな。そうなんだ。確かにそうやね。でもやっぱその、でもその感が出るってやっぱすごいなって思った。確かに、うん、でもその俺はやっぱマサルのことも思い出しちゃったね。そうなんだ。ながらで、なんか、うん、あ、マサル、マサルはこの辺に。そうそう、今、マサルも一緒に作ってるような。そう、いや、でもそれはちょっとこう、そうですね、いつこの、これより後、あ、これより後やなと思います。楽しみにしてる。欲しいですね。そうっすね。マジで久しぶりに一緒に作れて、うん、みんなはでも時計ですし、一緒に曲制作、うん、で嬉しかったし、これかけて、うん、なんで田中や。いや、なんかやっぱその結構さ、ライブハウスで田中ともよく会うし、その時になんか飲みながら話したりとかしてるから、やろうぜ、またなんか音楽作りたいなみたいな話もしてて、うん、で、なんか実際その自分らの作品じゃないけど、そのアパレルブランドの、コレクションの音楽を作らせてもらった時も一緒に作ってて、そんな話してんの。なんか一緒にやろうやみたいな、そう言ってくれるタイミングが多くて、で、その時一緒にやって、あ、やっぱめっちゃすごいなと思って、で、ちょっと次は自分のパープルの作品で一緒に作れたらいいかなと思って声かけさせてもらえる次第。いや、ほんま、なんかもう2人の感じが気になんねん。あ、ここはもうやり取りしてるから。ああ、なるほど。え、いけてるみたいな。あ、いや、全然いけてるよ。めちゃめちゃかっこいいな、思ってた。これ、いけてるみたいな。期待でやんのかなっていうのを。それはもう交互期待ですよ。あるかないかは。あるかないかは。なるほどね。確かにそう。はい。はい。まあちょっと楽しみにね、はい、してもらえたら嬉しいですね。はい、じゃあ最後に2人の今後の目標的なものを聞いて。目標。はい。目標。こういう生活を送りたいなみたいな。コロナにかからないとかですか。まあ、大事やね。大事やね。大事大事。あんまそういうのはないんですけど、でもこういう機会に久しぶりやね。だから、うん、また5年後、10年後とかにこういうの聞きたくない。ああ、イベントしたいな。イベントしたいな、うん、てかもう久しぶり対話じゃないかな。怖いな。ぜひ、なんかそんな機会が、今バンドは変わってしまったけど、でも気持ちは変わってないやん、うん、だからなんかその別のバンドでもなんかやりたいな、うん、めっちゃめっちゃいいな、そのためにもいい環境でライブしたいし、うん、させたいんで、俺もちょっといろいろ頑張るっていう感じかな、うん、何年後かにでかいところやりたいですね。そうやな。なるほどな。俺は困難の後にあれやけど、俺指ドラム始めたくて。あ、いいやん。マサルや。そう、フィンガードラム、そう、フィンガードラムで
パープルハンプティのサポートメンバーとしてそのうちステージに入る。めっちゃいいやん。スタッツ、スタッツ、スタッツ役を流行ってんじゃん、それ。いや、あれめっちゃかっこいいから。聞いた話だけど、うちの PA さん、よくやってる PA さんの娘さんが軽音楽部だなって言うんだけど、軽音楽部で出会ったドラムの女の子はドラムが、ドラムを触ったことない、うん、けどドラムをしたいってことで、うん、iPhone でドラムやってるって、時代じゃない。すごいな、やばいな、めっちゃできんねんって。それで、ね、あ、でも今の音ゲーってすごいスピードやんか。そうやな、多分できそうやな、確かに、うん、はい、そんなスタイリッシュな、はい、これはやりたい。あ、ちょっとこれ編集で逆にしてもらっていいかな。かっこいいもんな、うん、これは。いつかまたパープルの、確かに、うん、そういう形で一曲だけゲストで指ドラムしていいや。新曲、今二人の合作に関しては必要だもんな、うんうん、どういうか、あれ再現できるのか分からんけど。いや、あれはもうバンドアレンジ頑張ってください。大変だと思いました。そこはもうフル無視してやって、はい、はい、なるほど。というところで、それでは二人とも、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、またバイバーイ。僕らだけのもの